新しいやつなんだコウモリ。森本流星がね、ママが言ってた、なんか、誕生日プラメよかったです、届いて。バチャムかわいいよね。早くこのランチバッグを使いたい。ポーチャーもー、支払いマカロンでいけるチャム。ごめんね、ポチャム、通貨は円なんだよ。コウモリありがとう、ネモス見てくれてありがとう、ありがとう。コウモリありがとう。ファミレスのやつ笑った。おパンチウサギかな。あ、なんか、これも新しいやつだ。ありがとう。あ、ポチャマのシール、もらいました。ありがとう。ハロウィンの子、かぼちゃ？オレンジの。ありがとう。顔がくり抜かれてる。これと一緒みたい。このテロップのやつみたいな。なんか背景もかわいい。なんか渋谷だね。めっちゃ。渋谷だ。渋谷でハロウィンって言ったらもうコナンなんだけど、私の中で。今さ、面白かった。別々に帰ろう、季節はいつかは過ぎてくように、別れはやってくるんだ、言えなかったことそのままにして、海はもう揺れ行きやし。これ何？お化けみたいな、ピョーンって出てきてるやつ、かわいい。ありがとうございます。あ、大丸がっつり写真撮った。がっつり写真撮った、何を撮ったの。何の写真をがっつり撮ったの。運命の歌かっこいいね、私も好き。歌が歌えたらそれでいい、他に欲しい、他に欲しいものは何もない、心の感情をありのまま聞いてくれる人に届けたいだけだよ。好きなんだ、歌えたら今生きてる意味を感じられる、命の喜びを声に乗せ、世界の彼方まで、ここ好きだった。世界の彼方まで愛を込めて、愛、ここも好き。タネタ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 ネタ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 ネ。だって1指名重複したのに取れなかった。やっぱり井口さんのゴッドハンゴがないとドラ1の指名怖いわ。なんかこの辺の髪の毛がなんかすごい前に出てきちゃった。この髪の毛こっちか。コウモリありがとう。ピッチャーとショートしか撮ってないね。やるお話会ありがとう、会いに来てね。グッドナイト。あ、衣装軍団、衣装軍団、衣装軍団って。キエちゃんすっぴん、同じクラスの子ロッテに指名された。すごいじゃん。すごいじゃん。すごいじゃん。3回言った。3回言いますけど。コウモリありがとう。曇ってて見れなそうなんだ。オリオン座流星群。わ、なんだこれ。ハッピーハロウィン
ありがとう。なんだこれ。なんかさ、今日ずっとヘタピンクが なんか頭から離れなくてずっとヘタピンク歌ってる。さっきまで普通のクラスメイトでいたのに、どうするでしょう、ラビザウィンク。ハロー。ね、朝の選手、今日1時間配信しようかなって思っていた。こちらもどんなギフトか試してみたい。ありがとう。何個あるの種類。あ、なんか来てたな資料で。ちょっと待ってみよう。恋はいつも遠回りしてさりげなく許してもらう足音リンク上手にできると見た。これか。かぼちゃありがとう。私たちは、あ、すごい、これハッピーハロウィーンって出てるやつは何あれだって動くんだ。これシルエット花火、スカール、猫、ゴーストも動く。ジャックオーランタン。かぼちゃはジャックオーランタンっていうらしいよ。キョンシークマめっちゃかわいい。なにこれ、かわいい。顔ほとんど見えてないんだけど。かわいすぎ。ヴァンパイアクマ、まあこれもかわいいけど、もうこっちのキョンシークマめっちゃかわいいじゃん。あ、全然見えなかった。ああね、顔ほとんど見えてなくない？めっちゃかわいい。顔ほとんど見えてないやん。ハロウィン花火フレームってやつも動くらしい。いっぱいあるね。ねえ、戦力外悲しいよ。今日何しよっかな。何も決めてなかった。来週のお話か。今日攻めちゃった。ただってやったじゃん。8月のサインが月末に予約と。そうなんだよ、遅いんだよね。明日からに日本シリーズ、明日から日本シリーズなんだ。そっかそっかそっか。ドラフト会議見てないからな、正直よくわかんないんだよな。誰がどこ行ってとか。確かに。初戦投げてくると思います。山本投手初戦に当ててくるかな、どうかな、わかんないな。ずっと頭の中にヘタピピンク。いやー、キョンが日にち間違えて書き直して、予告先発は発表されてる。確かに、確かに、そっかそっか。今日誕生日だったから、モスチーズバーガー3ついった。よかったね。小川投手対山本投手の投手。あ、そうなんだ。明日の何時から？ 6 時とか？
もうサウナ行って整ってきたから整えキアラちゃんだよ。みんな拝みな。これこの毛はキアラの分け目はさまよってる毛だよ。あ、なんか猫の花火じゃない、なんだっけこれ。さあアイテムのさ名前が覚えられないんだけど、猫シルエット花火猫、ありがとうございます。尊い。6時半からなんだ。拝んだらいいこと、なんかいいことあるでしょ、多分ある。そう信じたらある、信じなかったらない。いやうるさいな。めっちゃ吠えてるけど何吠えなんだろう。ウィンクウィンク、ねえマジでなんかちょっと長いんだけど数本。今日紫芋夕方に行ったらもうなかった、悲しかった。なんか言われてる。今日久しぶりにさ、なんかなんかさ、グッズを開けたんだよっていう話する。ちょっとやばいんだよこれ。アイナナ以外のグッズかなが入ってて、この中にちょっと戻さないといけないんだけど、なんかさ、なんかそう今日歌のプリンス様っていう、歌のプリンス様っていうコンテンツの映画を見てきたんですけど、もうさ、なんかさ、私がずっとさ、ちっちゃい時っていうかさ、高校くらいから、高校中学くらいから好きなんですけど、なんかもうイニシエグッズとかがいっぱいありすぎてさっきやばかったんだよ。あ、ありがとう、なんだっけこのドクロみたいな、ありがとう。ねえスタバ売り切れ早いのよ。だってほら見て、これね刀剣乱舞のグッズなんですけど、さあえって感じじゃない？ね、トラブってグッズ展開そんなないんだけど、なぜか持ってるんだよ。でもこれとかも、これめっちゃ何個も買って推しまだ出てないからね、未だにないから。ちょっとごめん、弟の声かも。こういうのいっぱいある。なんかイニシエグッズマジで。どうしよう。なんかファンの方からもらったのとかもあるし。これは自分で買ったのかな。こんなんだって今ある？なんかさ、もうさ、これがさ、まださ、スマホだからいいけど。これ、エージェン、みゆきもあるんだけど、これ。この、本当にやばいよね。ちょっと時代を感じるんだよ。これだってさ、iPhone5 とかのサイズ感なんだよ。マジで自慢。あと、これ、極め付きはこいつだよね。これやばい。何って感じなの。これ、歌プリのやつなんですけど。なんか多分カード入れなんだよね。こんなでかいことある？カード入れだよ。カード入れってか、なんかパスケースみたいな。こんなでかいことあると思って。なんかさ、いろんなグッズを買ってきたなって思った。あーやってたね。劇場の近くでカフェやってました。これラバストとかもめっちゃ、なんだ、ランダムでめっちゃ、やってたなーっていうのをね、ずっと。これやばいよ、いつ買ったやつって感じ、マジで、本当にやばい。そうだね。なんかね、これだけじゃないんだよ。これちょっと後で、今日出したグッズしまわなきゃいけないんだけど。一個あって。もうついに紙袋破けた。私のグッズ入れてる紙袋が破けちゃった。
76日ありがとう。じゃ、そうだ、そういえば昨日休んじゃってごめんなさい、ショールーム。これとか。これはね、紙類が入って、見てこれ。これがやばい。この辺、この時期めっちゃメガネ買った。こういうのが合いすぎて。やばいんだよ。これね、一回開けるとね、ちょっと見られない。ね、あのさ、私がのさ、そのさ、何こう、いっぱいグッズ集めてた時代の名残っていうか、なんかよくわかんない。今だったら絶対買わないでしょっていう。なんでこんなん買ったのっていうグッズ見せてあげる。ノート。しかも一回も使ってないの。どうしたらいいのこれ。これはどうしたらいいんでしょうかね。これ。これはマジで一番どうしたらいいかわからない。一番今持ってってどうしたらいいかわからないグッズ。ノート。ノートなんでこんな、しかも3冊あるんだよこれ。さ、意味わかんなくない？本当に意味わかんないって、意味わからないねって言っていいよ。これもよくわかんないけどね。メガネ拭きと、なんか、負けたこともないこれ。これね、飾ってたの。だから、穴開いてんね、よく見るとここに。画鋲の穴開いてる。さつまいもありがとう。一回も使ったことないんだよね、メガネ。なんで買ったのって感じ、マジで。あとは映画の特典とかですかね。いや、なんか、いや、時代を感じるよ。日付書いてるやつないかな。でも2017、これ愛ちゃんと見に行ったの。愛ちゃんと見に行きました。これマリと見に行ったかな。これ、ドンテン、懐かしい。これは一人で行ったやつかな。フリー。色紙系めっちゃ撮ってやる。あと何？なんかこれがやばいやばいやばい、ちょっと待って。シュウがめっちゃ隠してたものを。あー、なるほど。あー、なるほど。やばすぎ。やばい。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、一番やばいやつ、一番やばいやつ見つけた。見て、弁当の外見。なんとも言えない感情になる。みんなもやってごらん。自分がどんなグッズを持ってるのか見てみな。やばいグッズある。これやばい。これ絶対いらない。絶対ゴミ。なんで取ってあるんだろう。1250円。やばくない？これが一番やばい。これなんか刀が展示されてたから行ったんだよね。茨城行ったの。これを食べに行ったわけじゃないんだけど、そう、コラボやってて、これが一番やばいかもしれない、もしかして。激ヤバグッズ。激ヤバグッズ発見。あとは、なんかこういう、なんかカフェの、やつだよね。これミュージアム？刀剣プロジェクトに寄付されてるらしい。ダイヤのなんかクリア、あ、すごい、声の形の、スペシャルブック。漫画だ。声の形好きなんだよね。今サイレントってあるけどさ、ちょっと違うか。なんだこれ、なんだろう。あ、フリー。いや、絶対いらないでしょ。なんかわかんない。 SAO のグッズとか私持ってているのかな。行ったわ、一人で水戸に。私はね、いらないの取っておいちゃうよね。これはあーだと思いました。君ね、はいはい。シュウがめっちゃいろんなものを隠してる。やだこれ、なんか昔の日記を何もう一回見てるみたいで。ファイル系はめっちゃあるね、マジで。ファイル系やばいね。あー、こうかわいい。これ、メグと、
ヒロアカの、なんだあれ。てん、ヒロアカってのなんだっけこれ。何でやってたんだっけ、わかんない。書いてない。あ、ヒロアカ店だ。ヒロアカ店で。行ったんだよね。去年。ハートありがとう。歴史博物館探検。ハートめっちゃありがとう。コースター、ね、それな、コースターってわかる？本当に捨てられないよね。あとは何？これ。ポスター。これなんだ。あ、ポスター。ポスター。なんか色紙。特典？特典系捨てられないんだよね、私。特典系捨てられない傾向にありますね。って感じだかな。ちょっと今日の。やつ出した分しまっちゃうね。てかもっと多分しまわなきゃいけないものが多いんだけど。でこうやって私のグッズ収納の回、こういうファイルに入れて保存しています。なんかさ、硬いやつだとさあんまり入らないってことが最近分かって、こういうなんかファイル系、ファイル系めっちゃいい。キーちゃんコースターいっぱいあるね。トレードできなかった A7 グッズあげたい。欲しい。それな、グッズって難しいよね。グッズマジむずいっす。いや、今日さ、そのさ、何？いや、みんなはさ、わかんないかなって思うんだけど。ちょっと待って。ね、これ、このね、クマ。アニメートに行ったら昔必ず置いてあったんだけど、今ね、ないんだよ、全然。知らないでしょ、みんな。こういうのがあったのよ。やばいよね。しかもこれさ、取れるの、この帽子。ないの、だからもうこれハゲなの。これがないとハゲなの。こう買ったんだよ。このクマと、これで、これは違うんだよ。別物なの。もうさ、いや、わかんない。若気の至りとしか言いようがない。これクルスショーのクルスさんのねグッズで一番気に入り、めっちゃ好きだった。これこれをしまう。私はね、めっちゃウタプリーはね、マジでねグッズめっちゃ使いました。もうね、ここにねないの、もうなんか結構推ししか取ってはないからあれなんだけど、ランダム系めっちゃその時ハマってて、本当にもうなんか今の私じゃ考えられないくらいランダム買ってた。テニプリ、そう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 、その時代その時代、マジで本当にその時はめっちゃ、もうクマメイトって言うんだけど、クマメイトのそんなに衣装みたいな服みたいなやつがめっちゃもうなんか売ってて、なんかそれをみんな持ってたんだよね。それ買ったんだけど、いやないんだよね今、多分存在しない、そんな。いや捨てるんだけど見ないよね。なんかね、これアイナグッズはねめっちゃあります。もうこの間これ出たからさ、そう昨日出たの。これ嬉しい。これちょっとこの紙袋やるな。これ嬉しいな。これをね、アイちゃんといつかつけたくて、ね、つけたいの、いつか。でもつける時が来ない。悲しい。グッズいっぱいあるんだよね。この辺、何？なんかさ、ランダムの名残。あとさ、意味わからない。わかる。ねえ、めっちゃわかる。ランダム系推し出ないよね。めっちゃわかる。本当に出ないんだよね、私も。これさ、やばくない？見て。なんか、ピック？これも取ってあるの。そういう女なの。本当にやめた方がいい、絶対。ちょっとやめた方がいいよね。って思いながら。これやばい。いつのやつ？わかんないよ。あ、でも結構最近かも、これ。2018年だって。わーお。
かわいい。かわいい、かわいい。一人で回顧大会してる。テンプに書いとこう。そう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 、なんかについてたんで、このピックはね、ちょっともう忘れちゃったけど、いやこの絵柄の時点でもう本当に、なんかさ、なんか黄色くない？変色してるんだけど、なんか変色してるんだけど、やだー。いやなんかさ、なんか今はグッズ何にも飾ってない、本当に本当に飾ってないんだけど、あ、飾ってないことはないけど、飾ってない、ほとんど飾ってないんだけど、なんかさ、昔はさ、飾るのが趣味だったの、グッズを買って飾るっていう。変色してる、これ。やだね、やだね。いやもう、あ、ちょっと、アクスタね。アクスタ、そうね、私も結構飾っちゃうかも。アクスタとフィギュア系は、そう、いやもう抱いてこう。なんで取ってあるのかなっていうグッズ、みんなもいっぱいあるはずだよ、正直に言って。うん、これもやばい、なんじゃけ、めっちゃ謎グッズな気がする。いらんやろ。あ、ちょっと待って、めっちゃいらん、めっちゃいらないから見て。ねえ、これ絶対いらないよ。瀬取り書いてある、ただ瀬取り書いてある紙を取ってあります。戻すなてな。何なんだろう。わかんない、わかんない、何これ。はあ、やったかもしんない。そういえばやった、池袋で。はあ、あ、そう、まあね、どのやつなんだろうな。この辺はまだわかるじゃん。ああ、円盤買ったんだなって思う。これもやばいね。これやばいと思う。持ってる人いるの。断捨離してるわけじゃないんだよ。整理してるの。グッズ整理中。なんか、PS ビータがまだあった時ね。まだあった時代に出たんだよ、ゲーム。でも全然やってない。これに入ってたんだよな。王様プリンのなんか。これ捨てられなくて取ってあるやつだ。これもやばい。これただの紙だからね。中身ないからこれ。紙ないの。これが好きなの。これ、おしゃれさんが手掛けた3部のメインビジュアルのが使われてて、これが捨てられなくて、ちょっと取ってやる。飾ってた時もあったんだよね。めっちゃ好き。これ好きなのに。で、これを入れるでしょ。あとなんかあるかな。これも入れたい。この辺も入れたい。じゃあさ、なんかさ、結構さ、マホピョンとかも好きじゃん。だからさ、その辺あげれるのはあげたいんだけどさ。そう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 、閉まってるからね。あ、そう、AKB じゃない。AKB のグッズ私ほとんど持ってないよ。わーお。わー、これはやったわ。ねえ、こうやってね、時々整理しないとね。はい、はい、はい、はい。いいよ、たまにやった方がいいよ。めっちゃ面白い発見あるから、みんなもやろう。
っていうと何？なんかあった。いやでもなんかこれをもらったんだよね。なんかその知り合いの衣装さんがくれました。私がお仕事でこう行けなかったんだよね、ロードトゥインフィニティ行けなかったんだけど、知り合いの衣装さんがくれました。嬉しかった。ロードトゥインフィニティさ、初めてのライブだったんですけど行けなくてすごい悔しかったから嬉しかった。ねえ。そう、黒歴史なグッズはいっぱいあったね。今ね、今見てきたけどさ、結構あったよね。いや、多分ね、私ね、自分で持ってるやつよりね、今までね、売ってきたやつの方がね、多分ね、いっぱいあったと思うんだよな。ちょっともうないけど。ね、なんか入んないんだけど。ちょっとこれは、そう。なんか最近もらった系は全然整理しきれてないから、こっちにいっぱいあったりするんだけど。いや、最近さ、いや、もらったの。もらったグッズとかいっぱいあって、これももらったやつだと思うんだけど、こういうのとか。飾ってたやつね、ことごとくに今しまってるから、全然整理できてないんだよね。これも最近まで机に飾ってたの。かわいいから。これね、ほとんど、今ね、こっちと千冬も入ってるけど。最近のコンテンツ組を、もうね、はち切れそう、紙袋。これに、ちょっと待って。これめっちゃ嬉しかった。ありがとうね。入れた。そうそう。ランタン。なんとかランタン。ありがとうございます。生誕 T シャツめっちゃわかる。ファンの方がくれるんだけどさ、もうさ、10年やってるとさ、本当にやばいの。だから、もうね、ちっちゃいやつ、S サイズとかの生誕 T とかは、しまったりとか、なんかどんどん縮むじゃん。その S サイズがもう S サイズじゃない、みたいなやつが結構あるからさ、そういうのとかしまったりとか、なんかいろいろ工夫して、やってますけど、ね。ね。雑誌か。これ何？ちょっと待ってね。ね、その生誕 T シャツってね、文化たやねね。あーはー。ちょっとこれ曲がっちゃう。ちょっと曲がっちゃう。これはね、こっちじゃないな。もう髪の毛がうっとうしいの。なんか分け目がさまよってる感じしてやだ。もう寝るね、キイちゃん。おやすみ。いや、大変大変。もうなんかいろんなのがあるから、本当にこの部屋は物だらけ。本当に物だらけ。うちの部屋物がない時がないもんね。もうこのバッグとかも全部漫画だし、中身漫画です。これは、中は。漫画と下に CD 全部、AKB の、私が加入してからね、CD が、パーって、入ってます。雑誌整理ね、雑誌はね、あのね、もうね、買ってないのもあるけど、買っても、捨てたりとか、買う雑誌がさ、限られてくる、私は。ファッション雑誌も買わなくなったでしょ？で、だからたまに買っても、なんか推しが、こう何出てるやつとか。よかった、しまう前で。これ、まほぴょんからもらったグッズ。
これしまわないと。結婚前にもらってたんだけど、そのまんま、そのまんまだった。もらったやつ、これ入れないとだ。これめっちゃ可愛い。顔が可愛い。びっくり。あとはカードで。可愛い。なんか2枚あるより1枚のデザイン。あーなるほどね、推しメンのページを切り取っちゃ、あっ、もうやだー、なんか落ちた気がする。何これ何これこれ、いやちょっとここのここちょっとね、アイナナのね部分全くやばかった、本当に中身がやばかったから、ちょっとねえめっちゃ面白いよ。私はこれ撮ってると、何撮ってる時のキアラはすっごい真剣なんだからね、マジでリプトンとコラボする時があって、それの切り抜き？なるほどね。これ私が入れましたね。入れました。これここですね。これはね、これはちょっともうね、やばいわ。これね、こっちじゃないね。雑誌最近デジタルね。そうだよね。まあ、デジタルが多いよね。よいしょ。これなんだ。これさ、なんでここにあるんだろう。わかんないんだよな。これとこれはちょっとだ。誰か6夜なぎ推しの皆さんいませんか？私めっちゃなぎ出るんだよね。なぎとゆき、たまきもめっちゃ出る。なんか、美形めっちゃ出るんだよな、うちの家。まあ、そうね。ここまで出してやばす。アイナナ？リプトンのやつなの、そう。これでしょ？これめっちゃ、これ好きなのよ、これ。かわいい。こう、私も愛ちゃんも、なんか私と愛ちゃんの推しメンが、しかも、推しメンがっていうか、推しメンがいて、それプラス、そのコンビみたいな好きなのがさ、あるじゃん。がさ、そういうのでさ、合わせて買うと、めっちゃもう、うちの家もほんと、冷蔵庫リプトンだらけだったの、前。あとね、あれね、ウェハース。あれやばいよ、ほんとに。ウェハース地獄だよ。しかもさ、私も愛ちゃんもさ、そんな一日のお菓子の消費量が多くなくて、結構溜まっちゃう。ブルーロックまだ見てないから教え、わかんないな。早く見ないと。私アニメも全然、まだまだ全然だね。最近、ようやく見始めたけど。原神？原神だっけそれ。ね。お花ありがとうございます。うん。いやー、まだまだあると思うわ。ほんとに。ねえ。違う。あ、そうだそうだ。して。待ってな。待ってて、今ね、ちょっと待ってて。この間、あった。じゃあね、まほぴょんがね、これじゃない。
なんでこれこいつはここにいるんだ。これもめっちゃこれやばいよこれ。 SAO のキリトのコップのフチコさん、キリトバー、これずっとね私これ何で持ってるのかがわからないんだけど、あの画鋲のコップを画鋲に入れて、ん？コップを画鋲に入れてじゃダメだ。画鋲をコップに入れてて、そのコップの縁にこいつを座らせてたから、もう何回も落ちるの、針山に。かわいそうでしょ。これかわいそうだと思う、私も。いろいろ残ってる。なんか配給の。これもめっちゃランダムやったよ。全然出なかった。引く前とかも。なんでここにこの子がいるのかがわからないんだけど。なんで？絶対違うやん。ジャンルが違うやん。もうね、多い。とにかく多い。グッズが多い。ああ。私のさ、探し求めてるものが全然ないんだけど。そう、マオピョンもやばいと思う。私、マオピョンより全然だと思う、グッズ系に関しては、マジで。だね、卒業したの。昔の名残がすごいんだよね。なんか、整理しきれてないから、その、今はそうでもないけど、昔は集めてて、それの残りが結構あったりとか、もらったりとかもそうだけど、そのね、整理が全然できてないからって感じ。できちゃえばそんなことないと思う。あ。ロッテのグッズは、ユニフォームと、私が買うのがユニフォームと、ロンティーが1個あるのと、キャップ帽子タオル。タオルだね。ロッテに関してはタオル多いかな。あった、探し求めてたのが、あー、プリキュアのオタクね。一生、私もプリキュアのオタクしてたよ、中学の頃だね。それでも私は中学の頃はプリキュアがめっちゃ好きで、逆にアニメのハマったきっかけがなんか結構プリキュア。ねえねえ、マホピョンがさ、シノミアが好きだって言ってたの、あげようかな、この辺もう時効聞かないかな。そんなことない気がする。さとみな、さ、マホピンじゃない、さとみな。さとみな絵、めっちゃあります。黄色いもののグッズ。なんかね、そのマホピンは推しが一緒で、レンも好きだって言ってたけど。一人先探してまーす。私のグッズも結構あげたりとかしてるかもしれんなって感じ。この辺だったらあるよ。プリキュアだから私、何？ドキドキプリキュアにハマってたんですよ。ドキドキと、あとね、あれ、プリンセスプリキュア。プリンセスプリキュアがめっちゃ、もうめっちゃ好きだったの。ほんとに。プリンセスプリキュアが好きだったのよ。里見苗。グッズあります。詳しくはこちらへ。アンスタとかも言ってたけど、アンスタそんなグッズ持ってないんだよね。そう、なんかメンバーでさ、グッズ交換できるとめっちゃ楽なんだよな。
もうなんだ47分サイン書いてくれたら買います。記念グッズ、ロッテ記念グッズだけは買ったことないかもしれないな。ないね。ひじりかうまさとごめん、引き取り相手いるんだよね。うちの愛理ちゃんなんだけど、ひじりかはいないですね。ひじりかはいないんですよ。ね、今日の映画マジで、ひじりかはマジでツボだった。本当に面白かったよ。そうだね。マットはいない。愛ちゃんならいる、愛ちゃん。三日で。カルナイ？私、ヘブンズのグッズ持ってない。その時代がわかるよね。その時だってヘブンズなんていなかったの。ガチで。同担だった。そうそうそう。好きなんだよね。だから違うの。私たちのカラオケのお箱、オリジナルレゾナンスだから。え、マジで、聞かせてあげたい。オリジナルレゾナンス、うちらの。もうね、相性バッチリだよ。最高。絶対歌うの。カラオケ行ったら絶対歌う、マジで。オリジナルレゾナンス、マジで歌う。なんか、めっちゃおもろい。なんかね、動画あるよ。それでもね、ちょっと見せられないけど、なんか、結構前だな。おやすみなさい。早く寝な。あと10分くらいで私もショールーム終わるので。佐藤姉妹のカラオケ。佐藤姉妹のカラオケ意外とおもろい。マジで。意外とってかおもろい。変なのしかやってないからね。ちょっと待って。愛ちゃんの意味わかんないやつ出てきた。何これ。何これ。あ、かわいい、なにこれ。なんかかわいい。なんかやばい、愛が高校1年生だ、まだ。かわいい。かわいい、すごい。すごい。すごい。サイレント見てる。けどまだ3話見てないので、ちょっとネタバレだけは勘弁でございます。あった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 、これかな。あ出せない。ずっと笑ってるもん。歌ってない、ほぼ。しんどい。またやりたいな。やりたいよ。カラオケなんか久しく行ってないんだよ。情けたい。オリジナルレゾナンスって言ってからマジで笑い転げないでほしいよ。やだ、懐かしいな。これ2年前くらいだね。見せられない、ちょっと見せられないよ。行きたいカラオケ。サイレントね、みんな見てるよね。私もなんか見始めちゃった。長配信して、さあれやりたい。なんだっけ、なんだっけ、レコジタショールームあったじゃん前。ねえねえ、今日みたいにさ、同じく多分グッズ整理してた日の私が遊んでるやつあるねえ。ちょっとかわいそう。なんか押すと転がるやつあるじゃん。見て、かわいそう。起き上がってくるやつで遊んでる動画だけの動画見つけちゃった。レイヤーがまだちっちゃい、かわいい。やばい、2年前やばい。なんかさ、動画めっちゃある。2年前、なんでこんな動画撮ってるんだろうってくらい。わ、かわいい。まあ、全然すごい乗せられない。すごい乗せられない。あーあー、チーム4でカラオケ行った時のやつある。村山4、これ何、
なあ三角形。あ、ナーミンがまだロング。あ、さややだ。足の髪長い。かわいい。え、かわいい。ナーさんかわいい。これ何？私、ナーさんが歌ってるやつずっと撮ってる。やだん。ファンが出ちゃう。ああ。何の動画かと思ったら僕夏だ。ああ、そう。そういえばそうだ。わ、二十歳だ、二十歳。やばい。やだ、どうしよう。れいちゃんがちっちゃいよ。ねえ。こじたショールームまたやりたいな。レイヤーがちっちゃい、やばい。ちっちゃい、初散歩とかだもんね。やば。あと7分。なんか、解雇してたら1時間あっという間だったわ。みんなもやろう、解雇。明日はね、ちょっとなんかいろいろやろうかな。突然何の話って感じだよね。やろうかなって思ってて、まだちょっと時間はちょっと明日次第なんだけど、愛ちゃんと何でしょう、愛ちゃんと何でしょうをやったりとかしようかなって思って見てるよ。どう？ねえ、なんかさ、下ですっごい笑ってるんだけど、何見て笑ってるわけ？何見てるんだと思う？姉妹配信をしたりしなかったり、どっちかな。なんか時間次第なんだけど、本当はしようかな。ドボンもしようかなみたいな感じです。ちょっと楽しみにしてて。まあ、ゆる土曜日を過ごした後にみんなで楽しもうねみたいな、明日日曜日だよ、やったみたいな感じでやろう。かわいい。配信オッケーになったの？いや、あれあれ、同時配信にしようかなって思ってますよ。もちろんどっち見に来てもいいって感じにしようかなと思ってた。いや、とりあえず明日はちょっと明日の風が吹くからいいよ。もうみんな明日のことは明日考えよう。今日は今日だけでいいよ。私もうお風呂入ってきたから今日寝るだけ。嬉しい。大丈夫か。最近肌綺麗だからいいや。
いやなんかさ、下の化粧水と乳液したんだけど、もっとちゃんといつも 毎日さ、もっとちゃんとこう念入りにスキンケアしてるけど、まあいっか、このまま寝れる。やばい、2分目だって、やばい、ランキングまなきゃ。いや、昼間にはやらないです、すいません、夜です。13位からいきます。13位、ヨシボーアット8073、ありがとう。12位、ヒガちゃん、ありがとう。11位、マイマイアット上野大さん、ありがとう。10位、木本浩二さん、ありがとう。9位、キーボーバイ国家会社正弘さん、ありがとうございます。8位、のぶたさん、ありがとう。7位、新さんボンバーさん、ありがとうございます。6位、ゆっしーさん、ありがとうございます。5位、てるゆきやっためぐれんじゃん研究生さん、ありがとうございます。4位、ずぴちゃん、ありがとう。3位、エースのアピアとゆえふさん、ありがとうございます。2位、森海さん、ありがとうございます。そして1位、ひでこあらさん、ありがとうでした。イエイイエイ。はい、明日もやるね。お休みする？お休みしちゃうの？また明日会いましょう。私ちゃんとぴったりから始められてる、偉い。えらいえらい。しちゃおうか、じゃあお休みしちゃおうか。えらいぞ。褒めてくれた、嬉しい。お休み。まだ下で笑ってる人いる。バイバイ、おやすみなさい。また明日ね。また明日時間報告します。おやすみ。